撃の161キロ投手がトライアウト、この人なんで戦力外なの？ NPB 恒例の12球団合同のトライアウト今年もが開催され、45選手が参加した。特にざわめきが起きたのは楽天から戦力外通告を受けた清宮虎太郎投手の投球だった。最速161キロの清宮はロッテ菅野、西武鈴木とに対し150キロ台の直球を連発し、菅野からは最速154キロで空振り三振を奪った。解説からも思わず、すごいボールですねと驚きの声が上がるほどで、 SNS 上でも騒然となった。確かに速球は道からだけど戦力外ってことはコントロール悪いんだろうね。佐々木朗希がすごいのは、あれだけの強し速球を投げながらコントロールが良いところ。制球力が全てだな。他のチームで覚醒したら楽天の投手コーチの立場ない。育成契約で取って腕のいい投手コーチがいるチームでチャンスにかけるのもあり。制球が多少マシになった藤浪って感じ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。